皆さんこんにちは。インスパイのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、2016年を振り返るということで、2017年に入りまして、ちょうど2週間ぐらい経ちましたが、昨年1年間で、いろんなニュースっていうものがあったわけなんですが、その中で情報リテラシー論という現在長岡造形大学で教えている授業に関するニュースを集めた、実は Facebook のグループっていうのがあるんですね。ちょっとそちらを先に紹介しておきたいと思いますが、ご覧ください。はい、皆さんもしよかったらリクエストしていただければと思うんですけど、情報リテラシー論というグループがあります。現在ですね、これ勝手に僕がやってるグループで、このグループ誰もいません。僕しかいませんけど、このグループの中で1年間ですね、いろんなニュースっていうものに関して集めているんですね。で、それを今日は、1年分全部振り返って、ちょっとまとめ記事っていうのを書きたいなというふうに思っているんですけど、主にどんなニュースが上がってるかっていうと、例えばセキュリティに関するニュースですね。セキュリティ対策をちゃんとしましょうっていうニュースとか、あとは、いわゆる、個人情報というものが漏れた、ね、っていうようなニュースが、いろいろパスワードが流出したとかね、こういうニュースがあります。こういうものとか、あとは、もう、本当に情報リテラシー論で教えてる内容の、もの、いろいろなものあります。あと大きい、あと三つ目で大きいのは、バカッターですね。SNS で、こんなね、バカな投稿して、最近だと、何ですか、おでんツンツンとかね、もありましたし、あとは、昨日ですか？昨日なんかは、北九州のモノレールにね、寝転がったものとか、こういうものありますけど、こういうようなものなんかもここに上がっています。あとは、いろいろ著作権に関することだったり、パスワードに関することだったり、いろんなね、詐欺だったりとか、なりすましとか、このいろんなニュースについて書いているという、ページがありますので、よかったら、Facebook グループの方に、参加リクエストくださればと思います。というのは、このように1年振り返って、見てもね、もちろん役に立つんですけど、なるべくね、リアルタイムにね、こういうニュースとか、ノウハウっていうのは勉強しておかないと、まとめてね、1年やったんではね、ちょっと1年分ブランク空いちゃいますから、できればリクエストくださればと思います。では、順番に見ていきたいと思います。こちらになります。はい、ではですね、こちらで、ね、情報リテラシー論のページですね、見ていきたいと思いますが、こちらです。はい、まずですね、順番に行きたいと思いますが、モデルの平子理沙さんが炎上の犯人はたった6人だったと。これは自分がですね、ブログとかを書いていると、いろんな人がですね、書き込みしたりとかして炎上してたと。で、それに対して悩んでいて、実際調べてみたら、IP アドレスとか調べてみたら、6人が、複数利用に見せてですね、そのようなことをやっていたということです。つまり、平子理沙さんのファンの方が、仮にね、1万人いたとしたら、1万人の中で6人ぐらいしか実際にはそのようなことやってないのに、コメントとかで、投稿とかでは、その逆ぐらいの勢いでですね、書くことができちゃうんですよね。なので、実際の、はすごい小さいことなんだけど、ネットだけで見たらすごい大きい声に見えちゃうということがあるので、気にしないっていう方法もあるんですけど、こういう事実をね、知っておきましょうっていうのが一つ目です。はい、二つ目です。ネット分析、子供があって裕福な人ほど炎上参加者はこんな人ということで、炎上に実際ね、参加している人たちを見ると、こういう傾向があるよっていうものなんですが、別にこれね、傾向に当てはまる当てはまらないから、どうだっていうことではないと思うんですけど、傾向として、こういうのが出ていました。はい、3番目です。炎上その時絶対やっちゃいけないことということで、例えば自分が何かね、やらかした時、さっきのね、おでんツンツンとかじゃないけど、もしくは何かね、ちょっと過激な発言してしまって、炎上してしまったってことがあると思うんですが、その時に注意すべきことってことで、ちょっとこれは実際の記事を見てみたいと思いますけど、はい、東洋経済オンラインさんの記事の、ところによりますと、消さないっていうことなんですよね。一見消すって、
証拠をね、証拠を消すって言ってしまったらまあそのままですけど、なくしてしまえば、援助しないと思われがちなんですけど、大体ですね、もう今画面のスクリーンショットを取られちゃうんですよね。で、こういう内容だったのに今消されたとかですね、投稿がなくなってるとかって言って、また書かれちゃうので、必ず、その訂正、元のね、ものは残したままで、それに対して、このようにね、修正しました、みたいな形で、書いた方が、まあ、いいと思います。必ずね、撮ってる人がいるんですね。で、同様のことで言えるのは、その友達のみ公開とか、一部のメッセージの LINE とか、Facebook のメッセンジャーの LINE の中でのやり取りだったとしても、その画面のスクリーンショットを撮って公開されるっていうことがあります。なので、まあ現状としては、もう、インターネット上で、まあインターネット上でというか、そのね、ネットを使ってですね、自分の情報を書いてしまったら漏れる可能性があるんだっていうことが前提ぐらいで使わないと、まずいと。もしくは本当にね、その相手の人を信用できるかどうかっていうことを判断してからじゃないと、そういう内容、ね、もちろんそれでも裏切られるっていう可能性もあるわけなんで、気をつけましょうっていう話ですね。はい、そしてですね、ちょっと顔写真問題があります。誰でも赤ちゃん時代の写真 SNS 投稿、親でも赤ちゃん時代の写真 SNS 投稿、プライバシー侵害に当たる可能性があるということで、これ小さい時に赤ちゃんが可愛いからということで、Facebook とかに写真上げてる方がいっぱいいるんですけど、この写真をね、みんな可愛いとかね、言って盛り上がるのはいいんだけど、この子が大人になった時に、自分が、Facebook にですね、過去こんなことをさらされたっていうことが分かってきたんですよね。というのは、ちょうど、SNS ができたのが、2004年ぐらいに Facebook とかが、できていますので、2004年ということは、現在2017年なので、もう13歳ですよね。そうすると、物心もついてるじゃないですか。なので、その頃に上げてた写真っていうのを今ね、見つかってですね。で、それが、一応プライバシー侵害に当たるっていうことがもう出てますので、僕は基本的に上げないようにしてますけど、気をつけましょうということですね。そしてですね、顔に関することで、いわゆる顔認識っていう技術が進化していて、顔写真を使って本人を特定する、もしくは防犯カメラで本人が特定されているっていうことがニュースになってきてるんですが、これに関してですね、顔も個人情報の一部に入るんじゃないかっていうことがようやく議論がされて、これ来年って書いてるのは今年ですけど、改正される予定になっています。つまりですね、顔さえわかれば、その先に個人情報が紐づいているので、顔写真も個人情報の一つなんだっていうような形になりそうですね。はい、そしてソーシャルメディア時代の顔写真報道について考えるってありますが、これ人がですね、亡くなった時に、これはちょうど1年前の、スキー事故のバスのですね、時の写真なんかのことが出てるんですけど、Facebook とかを使って、亡くなった方の顔写真っていうのを公開している新聞とかがあって、それはどうなんだっていう話が、まあ、議論されたわけなんですが、まあ、厳密に言ってしまうと、死んでしまったら、これ後にも出てくるんですけど、プライバシーっていうものは、人格権の一つとされているが、死亡によって権利が消滅されるっていうのが一般的な考え方なので、それで言うとですね、悪くはないんですけど、でもそうやって、モラルの問題として、気分の問題としてどうなのっていうことが、まあ、議論され始めたっていうことです。なので、まあ、この顔写真が、顔が個人情報っていう話とか、この辺が出てくると、もしかすると、法律などが今後変わってくる可能性があるかなっていう気がしていますね。そして非常に大きかったのがこのニュースですね。まあ、いわゆるアダルトサイトのカリビアンコムっていうのがありますけど、アメリカのサーバーで、エロ動画を上げたものに関しては、日本の法律では裁けないって言っていたのが、今回初めてアウトになったということなんですね。で、その理由はということで、書いてるんですけど、まあ、結局実態として、日本で撮影したものを、海外の人に送って、海外の人が勝手にあげたんだっていうようなスタンスを取ってたんですが、ただ実態として日本で撮ってやってるっていうその裏の部分がわかるので、ダメなんじゃないのっていうことですね。まあ、この辺は今後厳しくなってくるんじゃないかなというふうに、思います。
はい、そして世界中のインターネットユーザーの3分の2は政府の閲覧の中で生きているっていうのがありました。これもなかなかね、面白いニュースだと思うんですけど、インターネットって自由だと思われがちで、日本では自由に発言したように見えますが、実は3分の2のね、国、地域においては、その政府が検閲していてですね、自由なことができないようになっているっていうのが現状だということですね。はい、そしてですね、SNS で成りすまされない権利、アイデンティティ権が初認定っていうのが出てますが、これは、自分のね、代わりに、例えば芸能人なんかでもよくありますけど、勝手にですね、アカウントを作って、その人になりすましてやってるものに対して、これは法律上は現時点では、OK だったんですね。アウトならなかったんですけど、今回初めて裁判によって、アイデンティティ権として本人の代わりにするってことに関して、ダメだよっていうことが認められたので、今後、事例が一個できましたから、この流れっていうのを加速するかなって気がしているので、なりすましして何かするってことはやめましょうってことですね。はい、そしてですね、日本人を含む ESDA への SNS 登録を要請ということで、例えばこれアメリカに行った時に、そのパスポートだけではなくて、SNS もやってるんだったら、SNS のアカウントもよかったら教えてくださいっていう流れが、どうも強制ではないんですけど、そっちの方向になりそうっていうことですね。つまりその人の身元を確認するときに、SNS を教えなかったら、本当かどうかわからないっていうのことも、ちょっと出てきたということですね。はい、続いてのニュースですけど、SNS での付きまといを新たに規制対象に追加し、罰則を強化ということで、いわゆるストーカー規制法というもので、ソーシャルメディア上で何か付きまとったりしていることに関しても、対象になるということが認定されましたので、今後このようなことも、またね、事例ができましたので、増えてくると思います。はい、そして、ツイッターのブロックや、着信拒否をするのは危険ということで、まあ、何かね、その嫌がらせするときにブロックするっていう方法は確かにあるんですけど、簡単な方法ではあるんですが、ブロックすると相手がですね、ブロックされたって気づくんですよね。そうすると、ブロックされたっていうことで、さらに逆なでしてしまって、まあ、激励に触れてというかですね、余計にこうね、攻撃してくるっていう可能性がありますので、まあ、この辺ちょっと注意しましょうねっていうことが書かれてるんですが、じゃあどうすればいいかっていう話なんですけど、まあ、結局専門家にね、まあ、相談しないと、難しいかなっていう形で、その警察とかですね、相談しましょうっていうことですね。はい。で、これは言いましたね。で、続いて、GACT、オフィシャルブログ内にある画像や文書の転載についてってことで、これも結構去年ですね、話題になりましたが、ブログで書かれている、使われている写真とかに関しては、SNS とかで、自由に使ってもいいですよっていうようなね、非常にまあ、SNS 時代らしいですね、ことを書いて、話題になったものです。ただし、他の芸能人が写ってるとかっていうと、その人の肖像権のプライバシーの問題があるので、それは NG なんだけど、自分の写真に関しては OK だよっていうことを、言ったっていうことで、かなりですね、話題になりましたね。ただ、まあ、自分のね、さっきのアイデンティティ権じゃないんですけど、まあ、広まっていくっていうことですので、そういうやり方をしたっていう方ですね。はい、書店に並んでいる本をスマホで撮影する客は法律違反か。これ厳密には法律違反にならないんですね。ならないんですが、あとは、お店側が撮影しちゃダメだよって書いてるのに撮影した場合はもちろんダメなんですけど、まあ、この辺も今後問題になってくる点じゃないかなと思いますね。はい、そしてウェルクなどのキュレーション問題、ありました。これに関しては著作権法の観点から分析してみたってこの記事が、非常に秀逸です。これ僕が言うよりも、このリンク先見た方がわかりやすいと思いますので、ぜひね、見ておいていただければと思います。はい、そして Facebook 離れって本当なのということで、ゆとり世代と悟り世代に聞いてみた。これもなかなかね、面白い分析が出てますので、リンク先見ていただきたいなと思います。はい、そして最後ですが、一瞬でログイン中の SNS が簡単に検出できる、Your Social Media Fingerprint というものがあります。これゾッとします。このサイトにアクセスすると、YouTube やってますよね、Facebook やってますねっていうことが分かるようになってるっていうことなんで、まあ気をつけましょうねっていうことですね。
はい、ということで今日はですね、情報リテラシー論の中で、扱っているニュースなどをまとめてみました。ぜひね、復習に使っていただければと思います。またね、グループのリクエストくだされば、随時、投稿してきますのでよろしくお願いします。インスパイアのことでした。ありがとうございました。バイバイ。